新卒者が出願して受験しても卒業証明書が提出できなければ受験者に参入されません出願後に卒業資格を得られなかったものの受験は無効となります受験が無効となっても受験手数料は返還されません第116回の場合出願締め切りが2022年11月30日試験日が2023年1月28から29日 卒業証明書提出締め切りが3月10日午後2時でした第117回の場合出願締め切りが2023年11月30日試験日が2023年1月27日から28日卒業証明書提出締め切りが3月11日午後2時でした既卒者は既に卒業証明書を提出しています出願者の大半が受験します 公式、卒業者合格率、イコールかっこ、新卒合格者、プラス、寄卒合格者、確保閉じ割るかっこ、新卒受験者、プラス、寄卒出願者。左は2020年から2023年の4年間のデータです。東京歯科大学の卒業者は95%合格しますが、卒業が難しいので、国士に合格する学力があって、国士を受験したとしても、 卒業証明書がもらえなかったために国試の合格が認められなかった人がたくさんいます。東京医科歯科大学、大阪大学、北海道大学はほとんど卒業できます。国試も80%以上合格します。松本医科大学は国試に合格できなそうな学生を卒業させず、新卒受験者合格率を底上げしています。 福岡歯科大学は学力が低くても卒業させます。しかし、卒業者の合格率は37%です。鶴見大学、大江大学は学力が低いので、新卒国士出願者の35%以上が卒業できません。卒業後の合格率も鶴見大学48%、大江大学36%と低いままです。 3つの率があります。p イコール b 割ル a。出願者受験率イコール受験者数割る出願者数です。q イコール c 割ル b。受験者合格率イコール合格者数割る受験者数です。r イコール c 割ル a イコール p かける q 出願者合格率イコール合格者数割る出願者数です。 横軸は新卒の出願者受験率 P 縦軸は新卒の受験者合格率 Q です新卒の出願者合格率 R イコール p かける q は右上ほど高くなります九州歯科大北大東京医科歯科大鹿児島大新潟大岡山大は上位6穴です東京歯科大は卒業が難しく 国士に合格できる学生でも卒業させません。松本歯科大は国士に合格できなそうな学生を卒業させず、新卒受験者合格率を底上げしています。福岡歯科大は受験はできても国家試験に合格することが難しいと言えます。鶴見大学大生大学の新卒出願者合格率は40%以下です。 データが小さいので4年間の合計で計算しました2020年から2023年の新卒出願者合格率 R です九州歯科大、北大、東京医科歯科大、鹿児島大、新潟大、岡山大は上位です岩手歯科大、神奈川歯科大、日大松戸市学部、福岡歯科大、鶴見大、 おうはです日本歯科大学新潟生命歯学部は日本歯科大学新潟歯学部を含みます北海道医療大学歯学部は東日本学園大学歯学部を含みます朝日大学歯学部は岐阜歯科大学を含みます明海大学歯学部は城西歯科大学を含みます 大宇大学歯学部は、東北歯科大学を含みます。このチャンネルは、様々なデータを分析しています。分析の結果は、社会の在り方や教育の在り方を考えるための資料として公表します。医師、獣医師、薬剤師など他の国家試験については、 別の動画で分析しますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。